アダチヒカリは、日本の実業家、経営コンサルタント。ファミリーマートエグゼクティブディレクターチーフマーケティング、オフィサー、スマートニュースアドバイザー、アイネ社外取締役。過去に、シュワルツコフヘンケル代表取締役社長、同社取締役会長、日本マクドナルドチーフマーケティングオフィサー、ナイアンティックアジア太平洋、プロダクトマーケティングシニアディレクターなどを歴任した。 米国テキサス州オースティン生まれ。父は歴史学者の足立康氏、母方のおじにイザヤ・ベンダさん。東方高等学校を経て、1990年、一橋大学小学部卒業。竹内博隆ゼミ出身。教著もあるマーケターのドアイともひろ20世紀フォックス。日本法人社長や阿久津里市一橋大学教授はゼミの同期。 大学卒業後、プロクターギャンブルファーイーストのマーケティング部に入り、新製品開発部初代マネージャーなどを経て、1996年から韓国 P&G 勤務。アジア通貨危機勃発後、1998年、ブーズ・アレン・ハーミルトンに移り、同社マネージャーを務めた。上司の西浦祐二や遠藤伊による、ローランド・ベルガー日本法人の本格的な立ち上げに、伴って移籍し、 同社プロジェクトマネージャーを務めた。経営コンサルタントとして、全社成長戦略、新製品導入マーケティング戦略、海外進出戦略、マーケティング能力強化、販売、チャンネル戦略などに携わる。2004年ヘンケルライオンコスメティックスマーケティング部長。2005年からシュワルツコフヘンケル、代表取締役社長を務め、同社の黒字化を達成。 2007年ヘンケルジャパン取締役、シュワルツコフプロフェッショナル事業本部長兼務。2010年シュワルツコフヘンケル取締役会長。2011年ヘンケルビューティーケアコーポレートバイス、プレジデント、北東,東、東南アジア統括ゼネラルマネージャー。その後ワールド執行役員国際本部本部長を務め、海外事業の黒字化などを行った。2015年から、 日本マクドナルド上席、執行役員マーケティング本部長。チーフマーケティングオフィサーを務め、業績急落の中、売上増加に向けたマーケティングを展開した。村井雪人の誘いを受け、2018年9月28日、ナイアンティックアジアパシフィック、プロダクトマーケティングシニアディレクターに就任。同年ローランドベルガー日本、法人エクゼクティブアドバイザー及び、 スマートニュースマーケティング戦略アドバイザーに就任。2019年アイネ社外取締役。2020年10月1日ファミリーマートエグゼクティブ、ディレクターチーフマーケティングオフィサー。M、フォースパートナー、コープ、札幌マーケティングアドバイザーなども兼任。ありがとうございます。